こんにちは、サンキューコーポレーション堀秀夫です。今アマゾン輸出がですね、だいぶ問い合わせも増えてますし、セミナーを開催しても募集がすごいですし、他の方のですねブログとか情報発信見ても結構アマゾン輸出盛り上がってます。でただアマゾン輸出始めるにあたってですね、アメリカ法人、それとアメリカ銀行口座、これはビジネス用の口座ですね、それとタックス ID が必要になります。この部分をですね、簡単にするように、プランをいろいろ考えて、私がアメリカ行って作ってきた会社をですね、そのまま一人一人に専用で貸してサービスを、ちょっと募集してみようと思います。たくさんは作れませんので、5名限定で募集します。でそれから、5月の初めに行きますんで、ギリギリの日程だとちょっと間違えたら怖いんでですね、募集は明日まで、今日と明日だけという募集にさせていただきます。で、あなた専用のアメリカの法人を作ってきますんで、来月からですねアメリカ法人の日本における代表者と、つまり社長さんになるわけですね。で、実際の名義の方は私が作ってきます。そうじゃないと銀行口座開けられませんので、ですから、株主も全部私なんですけど、株主も役員も社長も全部私なんですけど、ただ実際に会社を切り盛りするっていう形では、社長さんは私じゃなくて、あなたにお願いすると。それから社名の方もですね、あまり作りにくい社名だと困るんですけど、急なんですけど今日明日で決められるんであれば、社名の方も決めていただくことは可能です。でお金の方なんですけど、これは月額5万円のですねコンサルティング料をいただきます。でやってみたけど、合わないとか、やっぱり時間がないとか言った場合にはですね、1年は契約してくださいとか、半年契約してくださいとか、あなたの会社なんでずっと契約してくださいとか、そういうことは一切ないです。1ヶ月から利用可能です。最低契約期間はありません。ただですね、現地で作ってきますんで、法人設立のですね費用の分担金として3ヶ月分15万の税別15万7500円をいただきます。これは、解散時に償却しますんで、戻りません。でその5万円の中にですね含まれるサービスなんですけど、専用のネバダ州のアメリカ法人を用意します。でネバダ州でもし口座開設できない場合はカリフォルニア州かハワイ州で開設します。それとアメリカ法人のタックス ID で、ネバダ州または法人設立した州の1年分の貸し住所もこの5枚の中に入ってついてます。ですからですね、なんか郵便物を受け取るとか高いの荷物を受け取るとか、そういうことも可能です。それからネバダ州または法人設立州のライセンス登録、これも含まれています。でそれからアメリカ銀行のビジネス口座、これも含まれています。ただ名義がですね開けるのが、決めた名前で堀秀夫で開けてきますんで、実際にカードを使ったり、書類を書いて引き出したりするのは私じゃないとできないです。これはですね、入ってきたお金はそのまま当然いじらないで置いておきますんで、使いたいとき、あるいは入金してほしいときですね、指定していただければ別な、あなたの作ったアメリカの口座に振り込むことも可能ですし、あるいは日本の口座に振り込むことも可能です。ただ今、直接振り込みはできなくなってますんで、一旦ですね、ペーパルかなんかに出金して、それから、円に両替して、で日本の口座に送金、あるいはアメリカの口座であれば、小切手を書いて送ると、それで小切手を郵送して入金していただくと、そんな風な手続きになります。でそれらの振込手数料とかですね、為替手数料かかる場合は実費をいただきます。でそれから実際アマゾン輸出の運営にあたってですね、これは日本のセドリをやってる人だったら簡単なんですけど、一応英語になってますし、若干のですね違いもありますんで、その辺のサポートもさせていただきます。で翻訳もですね、私はあまりできませんけど、英語を翻訳できる方いらっしゃいますんで、トラブルの際の翻訳とか、この文章がわからないんで、
翻訳してくださいっていうのはお受けします。これは、Amazon 輸出に関する部分であればですね、別途費用いただくってことはないです。無料です。それから、問題は確定申告とかですね、法人の維持、それらの手続き、それも全部会社設立をですね、公認会計士に頼みますんで、それらの公認会計士あるいは弁護士の方にですね、更新手続きとか確定申告の手続きを依頼します。これらの費用が別途ですね、1180ドルほど年間かかる予定です。これは本前の中に含まれてません。毎年1回更新の時にかかる費用ということになります。ですので月5万円プラス、10万なり初回は15万という費用かかるんですけど、今Amazon の輸入とかですね、せどりなんかで、儲けてる方であれば、Amazon の、ライバルの多さとか、ライバルの少なさとかですね、Amazon アメリカのライバルの少なさとか、市場の大きさを見れば、やっぱりそれぐらいの費用は、何でもないんで、チャレンジしたいということになると思いますんで、このコースを作らせていただきました。ただ、たくさん、銀行口座を開設してくるとか、いうのはちょっと現実的に無理なんで申し訳ないですけど、今日明日の募集で、先着5名様という形で募集させていただきます。ご検討ください。どうも以上、サンキューコーポレーション堀秀夫でした。